ナンバーはお送りしています。さあ、それでは、最初のコーナー行きましょう。美味しい話題を紹介する給食係です。そうですね。まあ、食堂のなんとかっていうメニューがいいようでもいいし。テイクアウト情報とかね。そうだね。このご時世はね、テイクアウト情報もいっぱいあるはずだしね。またいろいろお店が。ね。工夫して、本当に。あの、与那原にもさ、えっと、ごっついさんって居酒屋があって、もう優しいんだけど、千五百円以上注文したら、もう配達もタダでご飯も。 ご飯もつけてくれたりとか。エリアって決まってる?。何度かな、ちょっと様相だじゃ、糸ままで言ったら、多分大変なことなるかもしれない、ナバ中だからね。ああいうの、本当、なんか、頑張ってるっていうか、努力してるな。すごい、ありがたいです。ご通信ありがとうございます。はい、さあ、それでは、えっと、皆さんから届いた美味しい話題紹介していきましょう。じゃ、あ私からいきましょう。本日のトップバッターは、糸さんです。しんちゃんさん、みいかさん、こんにちは。 久米島から二度目ましての伊藤さんです、はい、今回も久米島の美味しいおすすめをお知らせしますほらこの間パ、うんね、テルが出しているお弁当を紹介してくれた伊藤さんですよね,いててててねはい、はいえーし、新里浜にあるパーラーの半そばです こちらのパーラーは久米島育ち大阪帰りの関西弁のご婦人が一人で切り盛りされているお店で。いつも R. O.、OK、K. が流れているから、うん、もしかしたら今も聞いているかもですよ。<ー>聞いてたら多分いらんことせん、いらんことせんとって、いやいやわーって笑ってると思います。笑いながらでも喜ぶっていう感じで、ねうん。あね久米島育ち大阪帰りの関西弁のご婦人が。切り盛りしてますからね。で、こちらの半そばですが、三百五十、三百五十円。半そ。 そばっていうのは、大抵の店では普通サイズの半量のそばのことだと思いますが。すね、こちらのパーナ、メニューはカレーライス、たこ焼き、半そばと。そばのメニューは半そばしかありません。うん、一体何の半分なんだろうと、いつも不思議に思います。うん、そして。そうなん、ね、そうだよね。ねでさ、かまぼこが半分とかだったら、<laughs> えー、え、いい、こっちは普通でいいんじゃない。三 <laughs>、ね、<laughs> 枚肉が一軒五枚肉みたいになってたりするからな。何の半分。 半分,分なんだろう。そうだね。で、量は普通にお腹いっぱいになれる1人前入ってるんですよ。うん、ますます何の半分なのか首をひねりたくなります。ともかく無事え。味は美味しくて、具は三枚肉ではなく、ポーク半熟卵、ネギ紅生姜が入っています。なんか子供の頃、土曜日の昼とかに冷蔵庫にあるもので作ったお蕎麦とかをこう家庭の味を思い出すんですよね。ポークとかさ半熟卵とかさ。うん、うんうん、まあ、こうやって、あのちゃんとした沖縄蕎麦屋さんとかには言われそうですが。 何より美味しくてお腹いっぱいになれて350円ですよ,ですよもう幸せなんですよで店内はいい感じに年代物の,のね工具とか農作業のジェントルマンのご用達って感じですよ、うん、え観光の方はまず行かないような雰囲気ですけれどもガイドブックに載っているお店とかねいろいろ回ってね飽きたらフラッと立ち寄ってみてください、うん、なんか実家に帰ったような笑顔でおかみさんが出迎えてくれるんですようん、うん、場所は久米島の左の方です間違えても右側に行かないでくださいね <laughs> では 久米島の美味しいお店またお知らせさせてくださいということで伊藤さんいただきましたいいですねこういうのもね350円で食べるでて藤さん今回さ写真がないんですよそうなんですよぜひこの今度ねもし撮る時とかそうですそのが写真撮ってくれたら嬉しいな分かりやすい僕たちさらに伝わりますしねぜひお願いしますでねしんちゃんカレーライスたこ焼き半そばっていうメニューを見ると俺だったら今今の気分だったらどれ行くカレーライスですカレーライス行くかそっかそっか。 私関西帰りのさ、うん、た,たこ焼きちょっと気になるんですよねああ、そあ<ー>そっかそっかそっかそこまでちゃんと読深読みしてる、ね、いやもうなんかどう、うん、どうなんだろう食べたいと思って気になってるんですけどあらですよねぜひ写真もお願いしますね,いいねはいありがとうございます宿題ですお願いしますはい、はい、じゃ続いて、えー、ラジオネームディスカスさん来てますねはいありがとうございます東京の 東京,に東京にあることだろうな東京の沖縄食堂でも一番有名なやんばる食堂を紹介します新宿のやつだよね、えー、この名前になる前の新宿歌舞伎町の風俗街の近くにあった頃から通っているので軽く30年以上のお付き合いですね、えー、よく頼むのがナーベーラームシーテ定食とつまみいくつかとビールだけどコロナかだからねゴーヤーの唐揚げは塩です正解ナーベラーはシーチキンと豆腐だけどもう慣れましたね我が家はかっこ我が家はポーク、うん、このお店に初めて来た時は 本当に沖縄飯に飢えていた時期で最初に食べた沖縄そば一生忘れられない味ですね場所は新宿アルタの裏通り三平ビルの隣ですよお盆と正月は休みで11時から24時までやってますということで東京であナ鍋ラが食べるといいですね面白い鍋ベラんぶしいだこれゴーヤーの天ぷら天ぷらで塩で食べると東京行ったらさ、うん、あの進化してるちょっとやっぱり変化球っていうか 沖縄料理とかでもあーーゴーヤーチャンプルあるところどこの駅の近くう汁っぽいわけさ汁っぽいわけ、うん、鍋屋の汁の上にゴーヤーが乗ってなんかもう混ざった間違ってて、うん、店員さんよんこれゴーヤーですか?」って言ったら「これゴーヤーだよゴーヤーチャンプルだよ」って言って作ってるのがもう全然違う国の人だったから <laughs> もう何をほんとに俺これはバカチャンプルだな」と思ったこれが沖縄名物チ,チ,チャンプルだよ」って。<laughs> もう何でもありもうだからといって沖縄の人が作ったみんな沖縄の料理が美味しい方と違うからねそれは違うからまあ地域に馴染みやすい味なんじゃないですかそうなんでしょうねやっぱそういうことなんでしょう苦くなかったどうですか苦味を抑えるとか多分なるでしょう皆さん俺ただの作り間違いだと思いますけどの作り間違いだと思うくなかった俺はもう怒りの方が先だったからもういいよってこれが沖縄のメプチコチャップだよ つうか、うわって。やんないや、つうか。東京で強気。東京で強気。あ、そうですか。東京で。東京で強気。どうせみんな知らん人だよみたいな。いや、もうなんかな、ショックだったな。はい、じゃ、続いて、馬郷さん、いきましょうか。ええと、メダルラッシュに、僕も乗っかり、スポーツ選手に負けじと、くんちつけるってから。え、これ。 池谷牛でいいのかな池谷牛かな池谷牛肉店でステーキをいただきましたまあ、まあ、池谷牛肉店かもしれないね入店したらすぐ右にある食券機が迎えてくれて千円ステーキと濃厚醤油だし中太麺をオーダーえどういうことステーキと麺って思うよね やってきたステーキはお肉がレアで提供されるので、えー、写真左上の焼き石にジュっとしてお好みの焼き色に仕上げたらソースにくぐらせてご飯の上でドリブルしていただきます。あ 声でちゃんと見るわけね。まあ、なるほど、こういうスタイルもあるってことね。ちゃんとね、お好み。あ、それ読んだね。これね。この場合、三回以上のドリブル化となっております。さて、締めの油そばか。これ、油そばなのね。まねま、油そばには牛肉とメンマとネギに海苔が散らされていて、そのままいただいて、お酢をかけたり、ラー油やニンニクを加えて味変すると、ステーキを食べた後でも食べられる一品です。ステーキ千円、三百グラムにすると、千五百五十円。油そば六百六十円。ごちそうさまでした。 えーとこれイケ牛肉店、池谷牛肉店、那覇市上原上原にあります。え知らなかった。知ってた？おろくなとこですよ。那覇市漫画倉庫の前を通って、えー、コロナ禍前に中澤沢政さんを2回拝見した有名な焼肉店大仙を左に眺めながら進むと左手にあります。すあーへー。急道急道だよね。そうですそうです。あのジェフに行く道っていう、ね。ああそうですそうですね。うん 中澤初枝さんのプライベートは別にね。かわいそうにね。本当ね。ママドルさん。ね。大山でも本当、通の方がよく行かれますよね。すごいよね。本当消防署呼ぼなと、消防隊呼ぼうかなと、これ煙もくもくのすごいらしいね。すごい人気店ですもん。あ、本当な、美味しいらしいな。行きたいな。で、そこ過ぎたら左手にあるということで。ステーキと、この油そばの上に乗ってる肉は、またこれ。 自分の牛肉を乗っけるんじゃないよね違うと思います乗ってきてくれんだよねすごくないはありがとうございます、えー、日曜日はめっちゃホリデーのラジオネームカーチーベさんから来てますね、はい、ありがとうございます石垣島に出張で行った時に連れて行ってもらった一休で食べた牛そばの大盛り、うん、お肉も柔らかくて超美味しかったですえー、石垣は牛汁屋さんたくさんありますよ毎月行ってるので全部の お店を制覇したいと思います。では、えー、放送ラストまで、締まりよ、ということで、いいな、食べたい、デージョイいいな、う。デージョイショあの、私さ、あの、娘がバスケで、はい、えっと、県大会が石垣だったんですよ。うん、あ、なんか、おっしゃってたね。うん、で、それで、私、行けなかったんですけど、うん、その。この、保護者仲間で、違う学校の保護者さんが、はいはい、まあ、ちょっと、この、帯同でね、サポートで行かれてた時に。 忙しすぎて石垣行くから石垣牛食べてよとか八重山そば食べるのかなとかいっぱいほら想像したじゃないですか忙しすぎてね本当にねジューシーめしか食べなかったって言って意外と意外とそんなもんかもしれないそうかそうかって言ってねそんな話だけどねフィブハッチがそこにかかってたらしいんですよジューシーにもうこれが美味しかったって話しててあなんか島の味食べたくなったなと思ってね。 あれだよねなん,かなんだらハワイに行ってお土産買ったらメイドインチャイナみたいなもなんか <laughs> 何なんかなみたいなよくわからんみたいなな。 ジューシー名か石垣のジューシー名ですかね石垣のジューシーですよフィバーチが入ってるですねえー、じゃあこちら行きましょうフォレストオールさんです、えー、しんちゃんみかりこんにちめたかごクラブ88番フォレストオールです、はい、しんちゃん誕生日おめでとういもうもうだいぶ前で、はいはい、お互い半世紀生き抜いたねおめでとう、うん、してからみーかゴルフしたいね沖縄市もろ里にあるもろゴルフレンジの敷地内の昭和レトロ食堂島島南蛮島あ鳥南蛮島ラッキョウタルタル定食八百円をご紹介しますあ美味しそう 待ってタルタルにシマラッキョが入ってんの絶対美味しいさこれ美味しいよな<ー>刻んでだろとか玉ねぎの代わりとかっていう感じかカリカリの衣にジューシーなお肉シマラッキョのタルタルあーデイジマさんあんまりタルタル実は好きじゃないんだけどここの美味しかったんですよアイラブラッキョウ今回の小鉢は豆腐とチマグえ小鉢でチマグが出てくるほら見て <laughs> はぁ、あ、え <laughs> 好。 正和レトロってお店の名前なの<あ>いいな、うん、俺好きだな絶対味が染みてて美味しいんですよ次回は手びち定食800円もいいなと思ったのに、うん、隣の隣のお客のスペシャルカレー800円が運ばれてきて、うん、香りを嗅いでしまったらああ次はスペシャルカレーを注文するってことに決めました、うん、カレーってインチキだよね200台ぐらい止められる駐車場があるので一人一台ずつで密つを下げてお越しください <laughs> ということでゴルフレンジの中にある食堂正和レトロ食堂ですね、はいはいうん、うわいいな

ばあっ,って機関銃に送ったあとに「海韓」って言ったらね「海韓」をてちったんですよ見て見終わったらね「海韓」って言ったらね「海韓」って言ったら「海韓<開>」って言俺たちその前に「那覇市民」とか言ってた那覇市民会館」「海韓」「ねえ那覇市民海韓」でのうやろ <laughs> もうごめんもう <laughs> <laughs> 注文チャートにいただくのに「チョタタタタタタ死に早い」

その古いやつのおもちゃとか、なんか瓶とかも見てみたいな、うん。ちんちんこういうの好きですよね。もろみ里ゴルフレンジ。もろみ、ゴルフレンジ。もろみ、ね。好きな味もろみ里にある、もろみ。もろみね。はい、はい、わかりました。はい。えー、シャワードーンさんから来てますね。はい、ありがとうございます。シャワードーンのカレーサビラですね。第七十回目のお店は、うるま市のお店、馬参道です。うん、えー。今日もたくさんのメニューの中から、とんかつカレーをチョイスして。今回のカレーライスは黄色いカレーで、最初からご飯全体に混ざっているスタイル。 うわ混ざってる、混ざってるっられてるってこと？え混ぜてたら嫌だよな。嫌だよなだよ。なちょっと写真がない写真。混ざってるさ、ですか？混ざってるさ。うん？違うよね。描きられてる。描きられて染み込んでるからだよな。いやいやいやだよ。もう誰かが食べた食べ残し渡されてるみたいな。混ざってるさ。混ざってるさ。なんだよステージだ。 具、まあ、は玉ねぎ人参じゃがいもドロどドロ系辛さレベル1でした右側うちにもあるガラムマサラがセットされていたので辛さを調整できますよそれにたくさんのとんかつが乗ってサラダ好きで値段は600円安いな美味しかったですごちそうさまでしたさて場所はうるま市の真ん中らへんです、えー、メイクマンぐし川店からぐし川高校向きの歩かせると小さいトンネルがあるの分かるそれを過ぎて信号を右折して4な歩かせると右側にありますということです はい、メイクマンのね、駐車場の出口出てのところがあります。僕も。わかります?はい。わかりますけど <laughs>。閉まってました。三時までだったけど。混ぜられてる人はあると、いや、デジやから。混ぜといたからね、<laughs> と思ったから。やよかいやだよ、いやだよな。<laughs> しかし混ぜながら来てから。<laughs> はい混ぜ。食べやすいでしょ? <laughs>。食べやすいでしょ <laughs> とか、そういう問題じゃなくて。 あの見たらね説明するとこの平たいお皿なんですね平たいお皿にご飯がなんかね一面に平たくこうやってて上にもう全部カレーがもうかけられてんですよ染み込んでっちゃってるそう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 でなんか上にまその中央にカツカツをダーンと鎮座させてるのでなんか言いたいことわかるよねわかる言いたいことわかるけど混ぜられてるスタイル混ぜられてるスタイル染み込んでどろなのか俺こもっとシャバシャバってそらそらっぽいよね見た感じねだからこそじゃないかなと思うんですけど いやも面白い。混ぜられてるスタイル。いやだな本当混ぜられ。見たことない。見たことないでもさ混ぜられてるじゃないけどあのね私なんだっけ吉本の花月の近くに有名なわかります？大阪ですか？大阪大阪。ああ分かんい。それこそ混ぜられてるスタイルのカレーがあります？知らないわかります？ なんかね、あの急いで昔あの急いでる人が多かったってこと。急いでてすぐ食べたいから、もうすでにカレーがご飯と混ぜられてて、で真ん中に生卵子がこうオンされてるんですよ。ああははクバミコ熱くてチキンだね。そうそうそう。これをえっとね大阪行った時にねもう何年前ですかね。三十年前近くぐらい。じゃ食べました。急いでない人どうするのかな普通に言ってない。え急いでないけど。 時間あるるけどゃ普通のカレー注文すすかもしれないですね,これ,ねこれが名物になってるって言って私はなんかこの旅行本見てすごいなんかみんな並んで行列,のならなんか行列ができるカレーみたいなでもその中で作ってる人が一番急いでるよな待ってる人が時間持って余裕持って1時間とか待ってるんだろうな 後でちょっと調べてみ,てみましょうねいや知らないごめんなさい初めての経験でございますはいじゃあ続いてこちらアポイントメントヒージャーさんいただきましたおー来ましたね、はい、えこんにちはしんちゃんさんみーかーさんスタッフの皆さんリスナーの皆さんアポイントメントヒージャーですいつもありがとう早速ですが給食係ですが、はい、白バラ洋菓子店浦添ティーダ館かりんとうまんじゅう6個入り528円でしたあ美味しいこれ。お店に入るといらっしゃいませと元気な声が、うん、自分はお店の優しい店員さんにおすすめありますかって聞いたらいろいろと紹介されましたそしてラジオに 紹介してもいいんですかと聞いたら優しい店員さんはちょっとお待ちください店長に電話で聞いてみますからと言い自分は待ちました電 <laughs> 話 <laughs> <laughs> 電話になった今度 <laughs> 電話になった店長いきなり何のことが起こらずな,いな <laughs> そしてて優しい店員さんはかりんとうまんじがおすすめですと言われました 優ししい女性店員ささんはまを丁寧に紹介されました自分は優しい女性店員さんにラジオにかりんとうまんじゅうを紹介してもいいですかと聞いたら「はい」と「しんちゃんさんミイカさん了解いただきました」はい「自分は今日日曜日1 0日10分南部アワーがあり津真一さん玉城美香さんがやっており給食係で採用されたら紹介されます」と言いましたその優しい店員さんはなんと試食してもいいですよと自分はお言葉に甘えて試食しました 2>, <う>2種類ありましたターマージが美味しかったのでターマージをお願いしました試食美味しかったし嬉しかった。 お金を払って優しい女性の店員さんに「今週日曜日南部アワー聴いてくださいね」「ラジオ縄聞いてくださいね」「次の遊力屋さんのお日柄さんで月下精進も聞いてくださいね」って自分が言うと優しい女性店員さんは「はい」とお店を後にして家に早速いただきます一口食べると口の中にターマ味が広がり夢中になって食べましたとっても美味しかったです試食もさせてもらってありがとうございます場所教えます浦添ティーダ館 浦添市磯二丁目十の八パイプライン通りの道沿いです。白原洋菓子店浦添ティーダ館です。以上アポイントメントヒージャーがお伝えしましたということでいただきました。いやここいつもお客さんいっぱいしてますよね。あの横がボーリング場ですね。あれあマチナットボールあれマチナトテダコボールテダコボールはいはいはい。 うん、うん、あ、あとしんちゃんさん、遅くなりました。ご誕生日おめでとうございます。これからもよろしくお願い申し上げますといま、うん。いや、いつもありがとうございます。はい、また裏添えの美味しいところね、うん、あの紹介してくださいね。もう今回は店長さんにわざわざこう電話かけるっていう。店長も驚かすな。<laughs> ありがとうねそこまでね,ね本当に店員さんもありがとうございましたまラジオ聴いてくれてたら嬉しいですけどね、うん、はい、はい、ということでこのコーナーは皆さんからおいしい話題をお待ちしておりますので是非ねテイクアウト情報なども併せてお寄せください,い以上「給食係」でしたでは続いてこちらのコーナーです このコーナーは地元に全力 au 沖縄セルラーの提供でお送りします。はい さあ、このコーナーは機種変ロックンロールがちょっとだけ変わりまして、ハッシュタグハッシュがつきました。うん、あまあ、あの、スマホユーザーになって、私たちも長らく立つわけですよ。はい、なので、まあ、ちょっとね、進化系ですよ。はい、まあ、あの、フェイスブックだったりとか、えっと、インスタとか、まあ、こういうね、S. N. S. を楽しんでる方も多いと思うんです。はい、えっと、機種変更の話題のほかにも、そういう S. N. S. の話とか、電子決済、ええ、はい、いう電気とか。暮らしの一部で、スマートフォン活用して、こんなになんかね、便利になったよ、とかっていうメッセージを皆さん。 から募集してですね au ペイ使ってなんとかでしたねスムーズでした早かったですとかそういうのでもいいですからねはい、はい、えっとじゃあ今日はこの方スキャテナーさんメッセージ紹介しましょうスキャテナーさんはい、はい、しんちゃんさんみーかーさんスタッフさんリスナーの皆さんこの番組では初めましてのスキャテナーと申しますありがとうございますありがとうございますさ,、うん、さて私はあともう少しでスマホの機種変更をしようと au さんに予約を入れましたはい

<laughs> じゃ続いて<ー> iphone se 過去第一世代、うん、そしてそして iphone 10 r,、うん、あ r は私と一緒ですねと最初は And ゲ android アンドロイド携帯から始まり二代目から iphone なんですね、うん、今度はまた android に戻そうかなと考えていてすでに候補は絞っていますな、うんで戻すんだろうあもうその使いや 使い勝手がやっぱあっちの方が私に合ってたかなってことでしょううかもしれない今3代目ジェイソールブラザーズなんでしょうこれ今3代目四す次4代目4代目だただ問題がありまして、うん、そうそうこれですよこれ私が一番気になるのは Android の携帯から iPhone、うんうん、あるいは iPhone から Android 携帯だと OS の関係で同じアプリでも引き継ぎができないデータが一番あるんですねあそうなんだうん、うんうん OS 違いで機種変更しているので今回も結構思い切った決断をしたのかななんて思うんですがしんちゃんさんみーかさんも OS を考えてスマホを選んでましたかということでスキャテナーさんいただきましたいやしまスキャテナーさんみたいに上級者じゃないんで僕まだ一回目だから最初に入ったのがずっと使ってるだけだからしんちゃんずっとだから最初が iPhone に変えてそ,うそ,うそのままですもんねもう流銀状態だけど長いお付き合いだけさ私はそれこそ一緒ですよ、うん、スキャテナーさんと一緒一番最初はもうね、うん、あのアンドロイドスタートして、はい あででしたね美香さんねそうですそうです、うん、2>, 2代目も同じアンドロイドでしたよギャラクシー使ってました、うん、でその後三3代目で私今 iPhone に変えたんですよ、うん、その時が大変じゃ大変だっただからもう分かる分かるわかるってこと移行する時に、うん、こう使えるもの使えないものがあるしだからあこんななるんだなって<の>難儀だったし、うん、もう諦めたんですよこれ諦めさせるためにかななあ <laughs> んん思わん 一緒だっったらもとと助かるのにと思うよねう便利さ、うん、便利だけどどっか不便なところ作るさな,うん、うん、なんか充電器とかも違うとかさ、ね、こんな細かいことうもう,そう差し口が違う,違うん,、ね、なんかもう分かる企業で戦ってうちはこれですけどみたいな分かるんだけどい一緒にしないみたいな,な。<laughs> ユーザーのこと考えたらね,たねその代わり開発費半分半分でねみたいななんかできんかななんかな地球に優しく SDGs 的な感ね。もうぬんきタたこはしからな <laughs> 誰とでもどことで,でもつながれるみたいなな。 でもななんかね私だから今 iPhone に変えたじゃないですか、はい、で iPhone だとこのデータってそのまま移行できるもんね預けてってできるからんかそのまま多分ア iPhone に機種するのかな,な今の感じだったらまたあのちょっと諦めたのとかがもう,なもういいよ今でって満足してるからその満足をまた諦めることしたくないよってことでしょ次変えたりしたらうそうそうそうこれはまあ個人の考えとねあれですけどなるほど面白いですね、はい、ありがとうございます、はいまあ、ぜひ、ね、今度機種変したら まあ、ここがちょっと難儀だったよとか、なんか、うん、こういうのがあったらいいなとかね、うん、もし希望とかがあったら教えてください。それでも、さらに良くなったのもあったら、またお願いします。そうそうそうでも、やっぱり、私はここがっていう。ありましたら、お願いします、はい。はい,はい、えー、スキャテナーさんのメッセージ紹介しました。はい。さあ、それでは、えー、っと。うん、えー、っと今っ、今、はし。 えこのコーナーは機種変ロックンロールは皆さんからいただいたメッセージを紹介していますので、うん、ぜひですねあのスマホユーザーの方まあスマホの話でもいいですし、はい、ガラケーユーザーってしんちゃん今どうですかみの目周りにあでも見ましたねいますかはいおせもう本当にだいぶ少なくなってきてる感じがするんですが、うん、知り合いとかにいなくて使ってる人見たりとかしてりうん、うん、まあこのねユーザーの方々のそういうねあのいろんなこうご意見とかね、うん、欲しいなと思いますので,、はいですね、ぜひこのコーナーお送りくださいよろしくおす。はい さあ、えー、スタジオの様子は YouTube でも見ることができますので「騎手編ロックンロール」で検索をしてみてください。はい、以上沖縄セルラープレゼンツ発このコーナーは地元に全力 au 沖縄セルラーの提供でお送りいたしました。はい さあそれではラストのコーナー行きましょう刑事係ですあなたの街のあれこれお知らせなど紹介していきたいと思います、はい、お願いしますよしんちゃん何かお知らせありますかいや今特に大丈夫ですねないですか九月にちょっとまああのうちのメンバーが三名芝居とかやる予定なんですけどまた世の中の状況もあるからねまずスタートはしてますけど本気までになってからねはい、はい、私もじゃあお知らせしていいですかどうぞ私、えー、youtube はい、始めまして、三、うん、月末に始めまして、ね今ね登録者数がね千四百二十人になったんですよ。うん、い,いやあ嬉しい。もうちょいで千人とか言ってたところから。そうなんですよ。すな,のよね、なのでぜひぜひ皆さんあの見てる方も結構いてくださるんですけど。はいまあ、いっぱいいるね。

ね <laughs> もう何千人ということでぜひお願いしますね <laughs> はい、はい、じゃあそれではえっ、ー、とメッセージ紹介したいと思いますいこの方からいきましょう刑事係は、うんえー、しんちゃんみーかはじめましてふてんまはやぶさですかっこいいね普天間はやぶさみーかのフェイスブック死にデイジ上等です、うん、ヤシがイード氏の PV のしんちゃんの方が死にデイジ上等ですは まあ、ありがとうございます。見ていただいて。ね<え>、普、うん、のしんちゃんみたい、さすがしんちゃんやっさーって、うん、なじこで毎週聞いてるよ。ありがとうございます。嬉しいな。はい。普天間隼人さん。歌、えー、うがい、手洗い、マスクして、感染予防、ちばり、みそおりを。ROK 死に、デイジ最高ということで。ええ、普天間隼人さんから。 いただきました。県外の方です。ええ、でも、最後はちゃんと社会的なことも言ってね。あ、大会りですね。しんちゃんのあのいい年の P. V. は。あの公開、ね、これすごいですよね。ありがたい、俺は。もう娘がちょっと海外行っちゃうんですけども。もう、月に一回、これ見て泣くって決めてる。な、今日泣く日な。ああ、そうなんですよね。お嬢さん。県外、県外じゃなくて、海外に行く予定なんで。うん、いろいろ、まあ、でも、いい思い出ができたなと思います。はい、ありがとうございます。はい。 イール氏の皆さんチェックしてみてくださいねつ、えー、いて、えー、岐阜のダンディパパさんから来てます、はい、岐阜県ほうは,はいありがとうございます岐阜でラジコで聞いていますああありがとうございます嬉しいいつも癒されるけど、うん、沖縄の女性はあんなに高らかに笑うんですね笑い声聞いてるだけで笑えてきます <laughs> まるで笑い袋ということでダンディパパさんたじみし多分日本で一番熱くなるってってああ。 地域かもしれない。ああ、そこだ。岐阜ああ。向かもう抜かれちゃったかな。埼玉の埼玉とかもそうですね。はい。僕タジミ行ったことあるんですよ。ほお。あの劇場があってタジミ氏だったと思うんですけど、ああカニ氏だごめんね。でもすぐ横にあの住んでて行ったんですか暑いところだよって。嬉しいな。うん。岐阜からだよ。はしゃべよう。うん。 ダンディーパパさんん嬉しいよと美香さんと泉さんとあとイカちゃんとか揃えたらデイジーだぞな、はい、もううるさいはず <laughs> 沖縄の江戸岬からさ「<laughs> ごめんね、ああ」って笑ってやったら鹿児島ぐらいからクレーム来らずな、うん、福岡とかからな「え、yeah! 何ん実う思ってるね」って <laughs> でもこれ聞こえたら「お前もうるさい」ってことだよ <laughs> 金の人が「さしき遠い」って言ったのと一緒で「さしきからも金遠いよ」って言って。 どっちからどっちを中心で見るかもういや、超しっか世の中はみたいな。金の日だけ、さしき遠いわ。金も遠いわ。同じ距離です。面白い,、ね <laughs> ういうな。まあ、何回も言うけど、も大気味のね、人。那覇の人、那覇の人、なまってるっていうて、ね。大気味のね那覇 <laughs> の人、なまってる。<laughs> で、ちょっと戻ったらね。あんた、あんた、なまってるって、今だ言われるって。那覇な森になってる。 どっちがどっちがわからんよなもう面白いなえじゃあいきますよ今日最後のメッセージですはい、最後のメッセージいきましょうベストソーダさんですえしんちゃんみかこんにちは50代も楽しいさあのベストソーダですあありがとうございます今日8月1日は私ベストソーダ54歳のお誕生日ですお生まりたる日なんですねありがとうございます 50代、本当に楽しいさえー、先週はメール採用された補足ですフリッパーは名前が上原くん元ボクサーにフリッパー上原っていうわけさ、うん、あだ名ねふてつは略で,あ,でなあだ名でもないよ本名がふてつくんですあ,あ、本当。僕だ一つふてつとか見てたもんな <laughs> 言ってた言ってた言オフライラント、ごめんなさいねあれ、あれふてつ、<laughs> 違うとか、ね、砂場歩いたら黒いのが出てあれさ鉄みたいな、ね <laughs> やなんか言ってたさ、俺たちなんか。ごめんなさい、ふてさん、あ、ごめ県外の、僕は福原哲也さんとかの名前。で略してふてかな、とか言ってたけど。ねえっとね、これ先週のモアイのコーナーで紹介した時、そのメンバーのね、ベスト相談さんのモアイのメンバーの名前で。フリッパーという、あだ名の由来、教えてって言ったら、それ送ってくれたんですよね。本人がいるってこと、フリッパー上原。フリッパー上原は日本のボクサー、プロボクサーです。うん、そこれはもう、出てくそうそう。フリッパーは、上原君、もっボクサー。 フリッパー上原ってなってるだからこれはいらっしゃるってことそうですそうですそこからフリッパーの由来を知りたいのよねその本人がモアに入ってるってことそうですよだからフリッパーがメンバーにフリッパー上原さんがそうでしょう。五十四ではないよでも PGC じゃだよ牛犬 <laughs> 横行さんより上だと思うけど、えー、あれもうわからん 兄弟とかなのかな。不鉄さんはじゃあ本名ってことね。そうですよ。不鉄美香とか不鉄真一とかってことでしょ。もしかしたら上原不鉄とか下の前が不鉄かもしれないですね。ごめんなさいね。ねはい。あでももう名前にあでもなんかちょっとすきしまじゃねあの砂場から歩いたらつく黒いのじゃなかった。これなんかさしたてつ。もう長いなついたことないけどわざわざ実験実験でつけたことあって何の意味があるのかなって今もあれねこれが車手つってですね。 <laughs> もう、本当にすみませんでした。したね、ええ、さこのコーナー、刑事係は、新たな街のあれこれ、面白情報、面白看板など、お待ちしておりますので。はい、まあ、画像とかもありましたらね、ぜひ一緒に送ってください。はい、以上、刑事係のコーナーでした。